最初に私簡単に自己紹介をさせていただきますでこれまであの何回かですねあのセミナー参加していただいた方もいらっしゃると思うんですけども改めて自己紹介させていただきます、えー、株式会社伴の久保田と申します普段はあの中小企業のマーケティングの伴ー支援をやりますよということで、えー、伴ーという名前でや,ってやらせていただいてます 私は、あの、もともとですね、あの、土浦市の、まあ、神達っていうところ出身でして、土浦の隣の駅の、あの、神達駅、えー、近辺、東の方に住んでるんですけども、はい。でい、いつかですね、こういう、あの、土浦市の事業者様を支援するですとか、えー、地元の、えー、出身地のですね、えー、土浦市に貢献できる、えー、貢献する仕事がしたいなと思って、えー、こういった活動、えー、機会をいただいております。なので、あの、今日ですね、 えー、私はあのー、喜んでこういうセミナーをやらせていただいてますんで何かこう分からないことがあったらですねあの私を含め、えー、スタッフの方々に遠慮なく質問して、えー、実践するところを、えー、やっていただければと思います。はい、でまず最初に X を活用すべき理由はというところをこちらからお話しさせていただきます。で今日はあのー、普段のセミナーですと私はあのー 資格を取るための、取っていただくための講義をやっているので、講座をやっているので、結構、何ていうんですかね、概念的な考え方とか、うんちくとかを結構言うんですけども、今日は、あの、本当にお仕事で役に立った、立つ、えー、情報、それを得ていただいて、えー、実践していただくっていう方に重きを置きたいので、あまりこう、専門的なお話ですとか、分かりにくい話っていうのはあんまりしないように、えー、したいと思ってきております。 なのでポイントだけですね最初の考え方の、えー、シンプルな、えー、ところだけお話ししたいと思います。で集客売上につながる X の活用法っていうことなんですけども、まあ、このお話をする時にですね、まあ、きよく言われるマーケティングのお話でよく出てくるですねマーケティングファネルっていうものがあるんですけどもこの逆三角形の図ですね あの、コーヒーのフィルターみたいな形してますけども、この、えー、マーケティングファネルっていうのは非常にですね、あの、マーケティングこれからどうやって取り組んでいこうかなっていうことをですね、段階的に考えるのに、えー、役立つ図になってます。で、一番上のですね、ここ,こに書いてあるものとしては、情報発信って書いてあります。様々なメディアでの情報発信って書いてありますけども、今日のお話で言いますと、 SNS で情報発信していくっていうところですね。X で情報発信していって、えー、認知を上げる、知ってもらうってことですね。お店とか、えー、商品サービスを知ってもらうっていうところが、この情報発信のところになります。で、あとはですね、まあ、広告で、広告をですね、たくさん出して知ってもらうっていうところも、ここの情報発信のところに含まれます。で、ここで認知を上げてですね、最初に知ってもらうっていう重要なところ、入り口のところになりますけども、その、 次にですね、ホームページに来ていただく、えー、これ自社への誘導というのがあります。知っていただいただけではまだ売り上げには繋がってませんよね。で、ホームページに来ていただいて、そちらで商品サービスについて検討していただきますと。で、最終的にこの一番下の顧客の獲得と書いてありますけども、 最後に来てですね、お金を払ってもらうっていう段階があります。で、大きくこの3つの段階があるんですけども、この流れを段階ごとにどういう取り組みをしていくかっていうのを考えていかないと、その次の段階に進んでいかないっていうことですね。で、今日お話しするのは情報発信のところで認知を上げるっていうところがメインになってくるんですけども、ここだけをやっていては、あの、知っていただいて終わってしまって売り上げにつながってないので、えー、いかにこの、 ホームページに来てもらって、売り上げにつなげていくか、店舗への来店を促進するかっていうことを考えて設計して計画を立てていただくってことですね。で、これが前提としてありますってことですね。で、X を使うメリットとしましては、この情報発信を頑張れば頑張るほどたくさんできると。あとはコツをつかんだらより拡散されやすい。 情報が広がりやすいですよっていうところなんで、ここを頑張って最初の集客のところ、認知を上げるところを取り組んでいきましょうってことですね。はい。で次にですね、X の特徴っていうところについてお話をさせていただきます。でなぜこの特徴の話をするかというとですね、まずなかこう使うツール、これから取り組み取り組むことについてですね、どんな方が X を使っているのかっていうことを知っていただきたいと思います。で、このデータですね。こちらのデータは、えー、令和3年度の総務省のデータですけども、総務省のですね、えー、令和3年度情報通信メディアの利用時間と、えー、情報行動に関する、えー、調査報告書概要っていうものになっています。で、こちらでは年代別の利用率を表しています。 X の年代別で見ますとですね利用ユーザーの年代別で見ますと一番多いのが20代になってますその次が10代でその次に30代と続いてるんですけどもやっぱり20代10代が多いということがわかると思いますで、ここポイントとして押さえておいていただきたいと思います で、国内の月間アクティブアカウント数、ちょっとあの公式のデータは古いんですけども、2022年の10月11月平均で、えー、月間のアクティブアカウント数が6575万人になっています。で、えー、このですね、X の、えー、特徴としては、興味関心でつながるインターレストグラフっていうもので、えー、あとはですね、えーと、X 情報発信がすごい、えー、たくさんされていてですね、 日々、えー、この画面を開くたびに違う情報が出てくると思うんですけど、この情報が流れていくのがフロー型というふうに呼びます。なので、拡散力はあるんですけども、同時にですね、たくさんの情報が流れているので、まあ、情報発信量も増やしていかなくちゃいけないですよね、という、まあ、そういったポイントがあります。で、こちらの左側の特徴を見ていきますと、まあ、2006年の7月にリリースされました。で、テキスト主体のコミュニケーションツールとして、 えー、当初始まったんですけども、まあ、今ですね、皆さん使われていると思いますけども、画像とか動画とかも使えるようになっています。で、基本的には140文字というですね、制限があるんですけども、まあ、有料プランになりますと、一気にですね、あのー、2500文字まで使えるような、一投稿のですね、長文で書けるようになっています。はい。で、今日ですね、あのー、お話の中で、X のプロ、 プロ、えー、有料プランにするとこういう機能が使えますよというところも、えー、ちょっと紹介させていただきます。で情報は、えー、X のですね情報発信はですね活速に、えー、スピーディーにですねこの拡散していくんですけども、まあ、リアルタイムでこのトレンドを把握することができますよってことですね。まあ、フロー型っていうふうに、えー、お話しさせていただきましたけども情報を発信する 方も、あの、たくさん情報発信し,しなくちゃいけないんですけども、まあ、流れてくる量も多くてですね、リアルタイムでニュースなんかも、えー、見ることができます。つまり、えー、トレンドを把握しやすいですということがあります。はい。で、あの、一番下の行になりますけども、まあ、近年コミュニティやサークル機能が、えー、追加されましたとありますが、まあ、TikTok とかですね、えー、ショート動画が、えー、だいぶ ブームになって TikTok というサービスが伸びましたけれども、まあ、それに伴ってですね、動画が、えー、機能として追加されたりですとか、えー、音声メディアのクラブハウスが、えー、流行った後ですね、音声機能が追加されたりですとか、まあそういったトレンドに合わせて機能も、えー、追加されていっているような、えー、状況です。はい。で、こういった特徴を踏まえて、えー、今後ですね、戦略を立てていく際の、えー ポイントにしていいただければと思いますで今日、あの、X のお話しさせていただくんですけども、じゃあそもそもホームページと何が違うのかっていうことをですね、もうちょっと大きな視点で SNS の特徴について見ていきたいと思います。で、ホームページ、ウェブサイトと SNS の明確な相違点ですね、違いについてですけども、SNS は あの、先ほどご紹介したフロー型とお話ししましたけども、まあ、このリアルタイムに情報が更新されて、過去の情報がどんどん流れていく動的メディアですと。で、それに対して、ウェブサイトはですね、まあ、会社の事業紹介ですとか、えー、文化の紹介ですとか、もうこう、性的な情報ですよね。流れてはいかないですよね。まあ、常に見せたいものを、えー、ちゃんと固定して見せることができますと。 で X はですね特にこうフロー型なんですけどもそれに対してストック型っていうものもありましてまあどういうものかというと YouTube ですとかあとはブログとかですね YouTuber の見たい YouTube チャンネルをこう登録してまあゴルフだったらゴルフのチャンネル、えー、釣りだったら釣りのチャンネルっていうのを登録して、えー、その YouTuber の方だったり YouTube チャンネルをこう見に行きますよねで動画一覧とかブログ記事一覧っていうところをこうチェックして自分で えー、見たいものを見に行くっていうふうになってますけどもこちらのフロー型の方はどん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 流れていくところから、えー、情報をキャッチアップしたりですとか、えー、気になる方のプロフィールを見に行って、えー、その方のまた違う SNS だったり、えー、ブログだったりホームページを見に行くような形になってますよね。えー、ここでお伝えしたいこととしましてはこのウェブサイトと、えー、SNS こういう性的な ものなのか、流れていくフロー型のものなのかと、まあここをですね、違いがあるんだよということを一つですねポイントとして押さえておいていただきたいと思います。で、なぜこのポイントを押さえておいていただきたいかというとですね、まあコミュニケーションの取り方も違うというところが大きいポイントとしてもあります。まあこの SNS なんかはあの一方的ではなく まあ、ポスト投稿したものはですね、いいねをしていただいたりですとか、コメントがついたりですとか、まあ、いろいろユーザーからのこうコメントがリアルタイムに来たりしますよね。で、それに対して返信したりとか、えー、こう、コミュニケーションのやりとりが生まれるので、まあ、そういったところも、えー、違いますよね。で、これを、あの、やりとりが、 数が増える、率が高まる、このエン,エンゲージメントが高まるとか、エンゲージメント率が高まるっていうふうに言ったりするんですけども、このコミュニケーションを取ることによって、まあ、信頼感をですね、より、えー、作り上げていくっていうところも、えー、一つのメリットになります。まあ、一方的に情報発信するのではなく、双方向でこうやりとりが生まれるということですね。ウェブサイトなんかは、えー、企業として、事業として、 見てもらいたいものをこう載せてまあどちらかというと一方的なものなんですけれども、フロー型まあ SNS においてはやり取りが生まれていますよっていうことですね。はい、次にあの SNS の選び方になります。皆さん普段あの X だったりインスタグラムだったりそれ以外のまあ LINE だったり TikTok だったり YouTube だったりブログだったりあると思うんですけども。 商品サービスを宣伝するときに SNS どういうふうに選んでますかねちょっとあのご自身のことを振り返って頭の中でイメージしていただきたいんですけどもじゃあお店の情報発信するときなぜインスタグラムを選んでるのかなとかなぜ X を選んでるのかなとかちょっとイメージしていただけますかでそのイメージし いいいいいいいただいたたただだもののををちちょょっっととと念頭におてて次話聞き思まで、ここでは SNS の選び方についてお話しするんですけども、こちらのポジショニングマップと言われる図がございます。これは、それぞれのですね、SNS の違いを表したものです。で、このポジショニングマップの縦軸では、情報が流れる。 先ほど言っていたストック、あフロー型ですね。で、えー、縦軸の下が情報を貯める。こちらはストック型ですね。で、横軸が興味関心軸、興味関心。えー、左側が興味関心で右側が人とのつながりですね。で、この縦軸と横軸がありまして、これを軸としてですね、それぞれの SNS の特徴を えー、ポジションでポジショニングで表しています。